目は、オリエンタルバウンス。はい、改めて紹介させていただきます。モモゼリックさんとテンさんです。どうもこんにちは。こんにちは。あ、どうも。あ、よろしく。すいませんね、息が上がっちゃってはい、どうでしたか。あのカズさんね、まずちょっと紹介させていただきますと、はい、モモゼリックさんは、はい、まあ、このジャンルがロッキングポッピングという、ジャンルなんですけどね、平成7年ロサンゼルスで第10回フリースタイルセッションで準優勝した。素晴らしいですね。この大会がですね、もう世界的に有名なダンスのもうバトルイベント、いろんなね、そのこう大会、世界中から来てダンサーがタイトルを取りに集まる大会で準優勝、はい、素晴らしいですね。それからテンさん、ナイスミッチュ。ナイスミッチュ。 Thank you very much。 テンさん、ですね、相方さんなんですけど、この方がですね、またポッピングバトルイン東京、キングオブニューヨーク、まあ、ニューヨークでその2つの、まあ、東京とニューヨークでタイトルを取って、ニューヨークでダンスバトルの審査員を、もう実力者2人、そうなんですね、なかなか見れる、あれじゃなかったですね、はい、お二人でよく踊られるんですか。いや、まあ、最近ちょっといろいろとやってて、はい、あ、そうですか。素晴らしいですね。いや、関節の動きがすごいなと思ったんですが、初めて見られたんですか。初めてです、素晴らしい。モモゼリックさんは、まあ、DJ とか、まあ、いろいろアーティスト、ライブ、イベント、はい、ちょっとマルチ的な、いろんなことをされてる方なんですね、はい、どうですか。これからね、どういうことをやっていきたいというのは何かこうありますか。いや、今このアトミックヒッターズっていうのが、はい、ニューヨークとの、そのダンサーとの、なんていうんですかね、あっちのダンサーの、まあ、オリジネーターっていうか、とつながりがあるチーム で、はい、でそれのなんか、まあ、日本の、まあ、支部を作っていこうみたいな感じで今やってて、で、まあ、そうですね、で今自宅の方にもそのスタジオを作って、はい、で、まあ、今週1回、まあ、水曜日、うん、まあ、自分のレッスンと、はい、まあ、練習会やらせてもらってて、まあ、今後
まあ、ちょっといろいろ活動できていければなっていう感じで。なるほど、はい、あのもうね、ここまで、まあ、十数年されてるということなので、まあ、ご自身も踊りますけれども、これからあのこういった後輩指導の方もね、はい、これだけのダンスですからね、やっぱり屋外で踊るっていうのはいかがですか。すごく、いや、まあ普段から、まあ、練習でストリートでやったりしてるんで全然、はい、まあ、抵抗はないです。あ、ですか。あの日本でもあのロッキンサミットジャパンと9年の、はい、これを成功に導いた、まあ、成功というか、まあ、一応そのグレッケンブロックジュニアっていうザ・ロッカーズのメンバーの人の、はい、まあちょっと生徒というか感じでやらせてもらってて、ね、はい、まあ、ファミリーっていうかその団体みたいなものがありまして、はい、でそれでまあ一応迎えてもらって、じゃあまあ一応にその日本の、うん、まあ、その迎えてもらったファミリーのみんなでそういうのを やらせてもらおうということでやって、もうグレッグ・ケムロック・ジュニアっていう人はちょっともう亡くなってしまってて、はい、でまあそのザ・ロッカーズっていうスタイル、まあ、ロッキングのもともとあるスタイルとかを、まあ、はい、後世にちょっと伝えていける活動を、まあ、今後そういうスタジオとか通してできればなと思ってて、はい、なるほど、はあ、でまあその点も一応そのなんかポッピンピート、シュガーポップ、はい、ジャジー・ジェイとかそういう人たちに習ってきてる人間なんで、はい、テンさんは from New York? Yes, yes, New York、How long have you been staying in Japan? Right now, 2 years. Going on 3. 2年ね、住んでらっしゃる。ね、どうですか、日本はって言っても。How about in Japan? Oh, how do I love? Oh, good. すごい。Yeah, I like. どうですか。すごい好きだって。好きだ。まあ、あの今後ね、これだけの協力タッグが、あの組んだらいろんなことがね、たくさんできそうな気がするんですよ。ワイルドですね。ね、はい。なんかあの今後 その音楽の目標みたいなのを教えていただければと思うんですけど、まあそうですね、その音楽とかダンスですよね、ヒッターズ、はい、でまあ音も自分で作ってそのショーとかやったりしてるんで、はい、そうですか。で、まあ、まだその活動し始めたばかりなんで、はい、まあ、なんともちょっと言えないんですけど、そうですね、まあ、いろんな人を巻き込みながら、はい、こう広げていけたら、ね、この、ね、ダンスがどんどんやっぱり日本中でね、はい、広まっていったらいいですよね。はい、はい、母さんいかがでしたか。私もね今拝見してて、うん、やっぱりよくあの街中で踊ってる若い子たちがいるんですが、きっとね、モーデリックさんに習いたいっていう方たくさんいるんじゃないかなと思ったんですけれど、はい、であの結構いらっしゃいますか。まあ、ぼちぼち。あ、そうですか。じゃあもうぜひ宣伝していただいて、ね、さらにあの精進というかね、あの、技を磨いていただいて、あの努力していただいて、あの後輩の方ね、指導にあって、まあ、自分自身もねまだまだ道を極めるのは、はい、あの大変なことだと思うんですけど ね、あの関節はどうしてあんな風になるんですかすごいですよね、動き方がこういうカクッとするんですよね。ポッピングっていう弾く、ね、弾いた感じですね。なるほど。It's on beat of the music. 音に合わせてこう弾いていくっていう、なるほど、はい、今までないね、ない踊りです、今までいない踊りで、もう結構古い踊りです。あ、そうなんですか。今後ね活躍されるることを望みます。ね、今日はどうもありがとうございました。素敵な、ね、ダンスをされた本日のゲストはモメデリックさんとテンさん、はい、アトミック・ヒターズっていう、まあ、ね、あのグループ名ですね。で、まあ、一応その毎週水曜日アゲオの方でやってるスタジオで、まあ、練習会レッスンやらせてもらってるんで、はい、まあ、ぜひねこちらの方にも連絡いただければ、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、お願いします。失礼いたします。クラークとカズで、はい、お送りいたしました。はい、失礼いたします。